少しね、ショッキングなことが。カイロに階段上がってたら、これでね、アクション2で撮ってたんですけど、落ちまして、ひび入りました。ちょっとここ少し、なんていうんですか、ささくれみたいになってて、おやおやと思って、もちろんスイッチオフの時に、もちろんというかね、スイッチオフの時には落としたんで、で、つくかな？今つけてみましょうね。これ半押し、ちょこっと押すとスタートします。今スタートさせました。じゃーん。実際もここぶつかったみたいでバキってなってて、まあ、薄いからね、とりあえず傷だけでセーフかなと思ったら、どうやらこれちょっとでも多分傷つくと液晶いっちゃうんでしょうね。ね、これはね、スイッチオフしますね。デュアルモニターセットなので、これもう見えないからね、操作ができないとまずいじゃないですか。だからバッテリーパックだと、もうモニターはこれしかないから、まあ使えないも同然なんですよね。あ、スマホで確認できるか。でも、その設定もスマホでできるか。あ、スマホでやればできるね、最悪ね。めんどくさいから、このね、デュアルのモニター、これをこう、つなぐと、どうなるかなと思って、はい、スイッチオン。もちろんこっち側ね、一緒ね。液晶だけがぶっ壊れてるということであれば、ね、こちら側に、データは、これスワイプすると、はい。ヤッホー。出ました。で、一応ね、操作もできるんですよね。だから、まあまあ、最悪は、でもこっち側で何もできないか。最悪はこの前面ね。自撮りはしやすくなりますけども、しやすくっていうか自撮りはできますが、逆にこの普通にね、向ける場合にはできないと。いろいろとね、使いにくい点もあってね、まあちょっと、こう、最近使い始めていろいろと文句もあったところで、まあ壊れたんで、まあ縁なかったかなと思ったんですけど、まあまあ、とはいえね、今調べてみたら、合計で6万いくらもしてますんで、ちょっとそりゃ、なんか保証かなんかないかなと思って、DJI のケアフレッシュね。これは衝突とかね、水没とか、自分でね、故意にね、やらなければ、リフレッシュしてくれるんですよ。手数料ちょっと増やせば。2回とか3回かな。それにね、まあ、故意じゃないし、まあ、一応、まあ、修理っていうかね、今後も使うということで、で、問題はですね、これに入ってるかどうかですよね。自動じゃないんで、ドン！入ってました。メールでもやりました。ちょっとよくわかんないから。よかった。2年版ですね。だから3回かな。3回リフレッシュできるみたいです。これを使ってね、ちょっとリフレッシュしたいと思います。本当の新品かもしくは、なんか整備品が届くみたいですね。まあ、どちらにしてもうん。うんと言ってるのはね、実は、まあ、これは、いろんな評判もね、あるかと思いますけど、これについてもね、ちゃんといつか言いましょうかね。いい製品ですよ。いい製品ね。使い道によってね。だから使い道はある。使い道はありますけど、どういう使い方だとちょっとダメですよ、みたいなことがあるんで、それについてね。ただね、どんな使い道だろうが何だろうが、一つ言えることはですね、それだけ言っとこうか。
夏はね、無理。暑い。もうね、カメラ系がこんなに暑くなって大丈夫なのかっていうぐらい暑くなります。それだけは、もしこれを買う場合、覚悟してください。とりあえずじゃあ、リフレッシュで戻ってきたらまたご報告します。ちょっとショックでした。ケーキです。ケーキ。デザートをね、食べようかなと思ったんですが、届きました。いきなり。今日はね、30日ですね。日曜日ですけども、水曜日にね、どっちだ？こっちか。こっちの後ろを割っちゃったんで、木曜日の朝にね、山本さんにピックアップしてもらって、今日の日曜日ですね。だから、木曜日ピックアップの金で、もう土曜日には発送してくれたって感じですね。で、日曜日の、午前中に届きました。整備品の可能性もあるってありましたが、一応、ラッピングも、新品っぽいやつが来ましたね。よかったです。ちょっと、また、再度ね、アクティベーションとかも必要みたいですね。悩みどころなんですよね。まあ、壊れたのをいいことにね、保証のシステムは2400円とか、第1回目だから、2400円で6万円台のものが、まあ、戻ってきてくれたんで、まあ、DJI アクション2については壊れやすいから、もし買うなら、DJI のなんか保険みたいな、リフレッシュができる保険入った方がいいと思います。まあ、今回それが良かったです。この子がね、いない間、アクションの1ね、アクション。DJI アクションで撮ってましたね。ですね、壊れた時に、まあもういらねえかと思ったんですよ。ちょっとね、まあ、まだ詳しくはそのうちやりますけど、やっぱね、ちょっといろいろと、なんか、ハテナな部分が多いんですよね。正直。で、まあ、これを持ち出してみて、で、これを、なんですか、まあ、一週間やんなかったかな、何回かな、お酒のシリーズ、これで撮ってたんですけど、まあ、これ ND フィルターも、ちょっと、別売で、あるっていうのもちょっとポイントなんですけど、やっぱりね、大きいんだよね。やっぱね、この子はちっちゃいのがやっぱ正義かなっていう。で、まあ、ちょっとこういうアダプターも揃えてみて、このクリップにつけて、やっぱりアクション2使おうかなって今思ってます。一番はその大きさ、ちっちゃいのと、あと、それによって軽いっていうことね。で、もう一つはやっぱりね、水平ね、水平が、アクションは保てませんので、自分でね、ちゃんと水平にして撮らないと水平じゃないから。アクション2は GoPro の水平と同様のね、機能があるんで、それもね、ラフな撮り方するのにはいいかなっていう、その2点ですかね。ちょっと悩ましいですけどね。はい、ということで今日はちょっと途中のね、中休みで、DJI のリフレッシュプランかわかんないけど、リフレッシュしてくれるやつね。3回？ 3 回かな？ 2 回かな？はい。第1回目は2400円ぐらいでした。はい、次回のお昼休みとかはまたアクション2に戻したいと思います。じゃあ、ケーキ食べて寝ます。おやすみ。あ、でもあれだ。動画公開するの朝だ。おはよう。